ます。荒川浩さん、よろしくお願いします。よろしくね。こんにちは。ありがとうございます。日の当たる道ライブ、もう4回目ですか。はい。4回目なのに、今日も、鶴ヶ峰の駅から来るのを迷ってしまいました。この猛暑で絶対道迷わないようにしようと思って iPhone のマップアプリに打ち込んで見ながら歩いてたら全然違うところに行ってしまいましてもう本当に違う方の坂の上まで行って汗まみれになってきました。で僕は東京の国立っていうところ住んでまして、で立川に出て南武線で、武蔵小杉に来て、それから今もう相鉄線で一本で来れるっていうので、そのルートで来たんですけど、武蔵小杉の駅で、待っても待ってもなかなか相鉄線直通っていうのが来なくて、であれもう全部なんか元町中華街駅ばっかりであれ困ったなぁなんて思って、途中で新横浜駅っていうのが来たんですけど、それ乗っていいのかどうか全然わからなくて、であれそれ新横浜駅行きは違うんだなぁなんて思って、それを乗り過ごしたらまた10分ぐらい相鉄線直通来なくて、でも来たらもうすぐですね。そうです。武蔵小杉から10分ちょっとぐらいで着いたので安心しました、帰りもそのループの方がいいんですかね、それとも大和回りの方がいい、まあそんなのどうでもいいですよね。JR 経由っていうのもあります。 JR 経由、はい、JR の武蔵小杉を経由して大崎とか新宿とか、はいはい、ループもあります。そうですね、はい、武蔵小杉の横須賀線と JR 南武線の乗り換えは絶対使ってはいけません。遠い、10分以上ある、ね、5キロぐらい歩きますよね。何キロ歩くのか、でも本当に遠い、なんか別の駅みたいな感じで、なんてそんなこと言いながら、僕は先週じゃないや、今日日曜日なので火曜日に、誕生日だったんですけども、おめでとうございます。あまりめでたくないんですけど、もはやっていうか、その誕生日に絡んだ歌から今日は歌ってみたいと思います。77歳の誕生日、離れて暮らす娘さんから例年通り勝子さんに花が届いた。誕生日に花のプレゼント、10分
代、20代から60代と10年ごとの人生が勝子さんの心に蘇ってくる。人生なんてあっという間と思っていたのに、いろんなことや感情があって、なんと長い人生だったことか。健康で自分流に生きられたことに本当に感謝。7本くくりの束の一本一本は70代の1年1年、その1年はとても重い、とてもとても重い。年を取ってみなければわからない、まだまだある。70歳からの1年は若い頃の10年に値するほどの労力が必要かもしれない。77本目のバラが愛しい。いろんな種類のひまわりがあって、
色がレモン色とかオレンジ色に近いのとかいろんな種類があって、で全部名前がついていて、ヴィンセントオレンジとかヴィンセントレモンとかいろいろあって、それはまあ花屋さんの、専門用語というか呼び商品名みたいなんですけども、ひまわりは全部そのヴィンセント番号法のヴィンセントが名前についてるっていう、なんか面白いなっていうか当たり前だなっていうか、そういうのを改めて思いました。今の歌は去年1年ぐらい前に朝日新聞の家庭欄に、ひとときっていうあの読者の投稿欄がありまして、そこに、勝子さんって方が、花束を毎年送ってもらってる、そういう話を書かれていたので、それをあの元にして、元にしてっていうか全部そのまま使って、歌にして、そして自分も同じように誕生日に花束を年の数花をもらってるなと思って、自分のことにつなげて作った歌から歌いました。